おはようございます。為替の王さんです。はい。今日はですね、ここ最近、僕が悩んでることについて少し相談があるんですけど、朝、ハウスの中に来たら、お茶菓子がばらけてあるんですよね。はい。で、コンテナをかぶせておいてもばらけていて、外だったらカラスとかがやってきて、お茶菓子取られることがあるんですけど、ハウスの中で取られたことがなかったので、最初、人かなと思ったんですけど、収穫中に穴があったんですよね。こんぐらいの穴。で、ハウスの後ろにもね、なんか破ったような穴があってから、もうイタチか、タヌキか、何か。まあ、モグラにしてはね、ちょっと力が強すぎるので、イタチか何かがね、まあ、侵入してる、もしくはハウスの中にいると思ってて、どうやって皆さん対策してるのか、ちょっとね、気になってるんですよね。音で、対策するのか、匂いとかなんか巻いたりするのか、ハウスが大きいので、結構ね、やっぱり対策といっても、それなりに考えないといけないんですけど、もし知ってる方がいたら、コメント欄で教えていただけるとありがたいなと思います。はい。で、今日はですね、キュウリの最高気温、日中、冬、まあ寒いんですけど、最高気温はどのくらい上げてるんですかという質問があったんですよね。で、前回、最低気温について、うちは11度にしてますよっていう回答をしたんですけど、やっぱり冬でもキュウリハウスってね、すっごい暑いんですよ。で、皆さんね、もう昼とか汗だくになって、で、外に出ると寒くて風邪をひきやすい。非常にね、外と中の温度差がね、激しいので、本当ね、外に出ると寒いんですけど、で、まあ、うちは去年、いろいろ、27度とか28度とか29度、30度とか試していったんですけど、その中でもね、今年、まあ僕はこれが一番栽培しやすかったなという温度をちょっと紹介していきたいと思います。はい。で、今キュウリがたくさんなり始めていて、少し前まではね、引っこずってたんですよね、キュウリをだいぶ。夜温が高くて、でも最近はどんどん冷えてきたので、ようやく収穫しやすい位置になってきたんじゃないかなと思います。ただね、手入れがやや間に合ってないの で、2月になったら僕たちってね、もう手入れしなくなるんですよね。手入れしないというか、葉っぱをね、取らなくなるので、早く2月にならないかって僕は思ってるんですけど、それまではなんとかね、葉っぱ取りとかつるおろし、芽かきとか手入れ頑張っていこうとは思ってるんですけど、なかなか進まないということで、トマトもね、今鳴り出しているので、結構バタバタな状態で作業を進めていってるんですけど、で、日中の最高温度、農家さんによっても、まあ、バラバラだとは思うんですけど、うちは一番栽培しやすいのは、今29度で設定しています。最高温度。で、ここのハウスはですね、21R あるんですよ。で、端っこと端っこ、ハウスの両端でも温度って違うんですよね。まあ、たとえ29度に設定していたとしても、向こう側は午後になると影とかあったりするので26、7度になるんですよ。で、反対側はまあ日差しが当たるので30度とか31度まで上がっていくんですよね。だから29度に設定してるからといって29度になるわけではなく、で、新しい最新のハウスとかだったら、まあ、各棟でね、温度とか細かく分けれるかもしれないんですけど、まあ、うちのハウスはね、そこまで機能していないので、まあ、温度差のムラはあるんですけど、とりあえず僕は29度で設定しているような感じです。はい。まあ、これがいいのかどうの、悪いのかね、まあ、僕まだ3年目なので、まあ、去年のね、良かった結果を、まあ、今年持ってきて、今、試験している状態なので、はい。まあ、初めての方は良かったら参考程度にしてみてください。中には28度とか30度以上温度を上げている農家さんとかもいるので、まあ、やっぱり温度を下げすぎても病気が怖いし、上げすぎてもね、生育的に問題が出るかなと思って、まあ、恐る恐る29度とか、いろいろ設定してるんですけど、今年は29度でやっていこうかなと思っています。はい。ということで、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。
それじゃあバイバイ。はい、でちなみになんですけど、作業がねさっき間に合ってないって言ってた方は奇跡という品種で、今年は S の36っていう品種を1頭だけ植えていて、でやっぱり品種によってもね温度って最適かって違うんですよね。この低い温度がいいとか高い温度がいいって品種によっても違うので、あまりね別々の品種を同じハウスに植えない方がいいなって去年僕は学んだんですけど、まあ今年も試験で1頭だけ S の36を植えていっているような感じです。こっちはね栽培の仕方がちょっと違うので、まあ、今からは一緒なんですけど、葉っぱ取りとか芽かきとかは間に合ってるんですけど、今またキュウリがどんどん大きくなり始めてるので、またバタバタしていくんじゃないかなと思います。はい、まあこっちもね試験をしながらどの温度がいいのかなとか栽培してまた報告していきたいと思います。以上です。